ででーん、今金箔ヘアが流行ってるんですけど、そこでね間に合わないのは侍お手製でちょっと制作したんですよね。これダリアが結構、これダリアでよかったかな、あの手持ちのやつをこうスプレーしてですね、金箔ヘアに合うようにちょっとこういう風に細工して、そして乾かして使える状態にしてあるっていうものなんですね。ちょっとね発注するんですけど、なんかあの商品によってはやっぱり人気で全然手に入るまで時間がかかりそうだったので、侍お手製でこの紐つけたりとかで、あとこういう、これはワイヤー的なものなんですけど、こういうのを発注するのにちょっと時間がかかりました。その間ですね、手持ちのドライフラワーを金にしたりとかですね、そのちょっとラメ、こういう金箔、これ2つ購入したんですけど、最初来た時にめっちゃ量、あのなんか注文した時に、ね、画像がこれぐらいのサイズだったので、2個注文しといたらでかいのが来たんですけど、受講生さんたちちょっと分けるよって言ったんですけど、やっぱ練習に使うんで減ります。だから2個でちょうど良かったかもしれない。また発注するときまた送料がかかっちゃうので、はい、皆さんもよかったらあの発注してみてください。あとやっぱりよく使われてるのがこちら、この金のね、こういうのも100均であるって言ったらあるかもしれないけど、するかといいかもしれないです。あと手持ちのもんで頑張って、ヘアアレンジを毎日練習してたんですけど、2週間かかると言われてたのが突然先ほどやってまいりました。これだけでは全然足らなくって、ちょっとショート動画でも出したんですけど、お手製のオイル系クリーム、これがですね、金箔ヘアとオイルギッシュな、オイル的なヘアを作るのに、ね、なんていうんですかね、このツヤ感を出したりとか、この金箔をつけるのに、この自分のお手製の、ここからも侍の金箔ヘアは始まってたんですね。こういう、今ちょっとね触りすぎてジャリッとしてるんですが、こういう筋を作るのにもめちゃくちゃ良かったです。で、侍の研究なんですけど、さ、あのやっぱりですね、あのあんまり侍って人の動画とか人の画像を見ないで自分のインスピレーションで行きたい派だったんですけど、ものだけではやっぱりこう流行に乗り遅れてるところもあったんですよね。自分自己中心的だと、お嬢様がですねインスタとかであれいいと思っても、奥さんってどういうのが似合うか自分にオリジナルで作ってくださいっていう方が今まで多かったので、おしゃれと思うっていうことを提案してたんですけど、やっぱりインスタで皆さんがやってるのをやりたいっていう方もいると思うので、はい、こうやって見たらね割とちゃんと筋が綺麗にできてるみたいですけど、なんかねインスタに上げた時にね、この辺のジャリジャリ感が嫌で、ちょっとね嫌なことを考えちゃってこういう風な仕上がりをしてしまいました。でもう一個ですね、金箔ヘア、この付け方もちょっと動画にしていきたいと思います。これウィッグですよ。はい。AI が反応してね、こういうのをね、こうあんまり首触ってたら、ちょっとね、良くない。動画的に良くないんですけど、ヘアスタイルの動画です。で、ちょっと金箔ヘアについて、商品紹介もなんですけど、この付け方もなんですけど、いろいろ見せてもらったら、これ練習なんで、こっちの量とこっちの量は違うんですけど、で、その大きさとか、で、売ってる金箔、なんか四角いのを買う方もいるんですけど、侍はどっち派でした。ちょっとね、それもそんなに時間かからなかったので、あると思います。はい。で、思ったのが、金箔ヘアっていっぱい流れてくるんですけど、このね、量が、こういうところで、ちょっとね、言葉悪いんですけど、ケチるとすごい貧相に見えるっていうのが分かりました。で、流れもですね、この
このウェーブの流れに沿ってつけるっていうのが結構大変だし、でかすぎるのボンボンボンってついてるのも違うんですよ。上手い人っていうのがやっぱり金箔ヘアなんですけど出てくるんですよね。なんかね奥が深い、毎日とは言えないんですけどほぼ毎日練習して、ちょっとヘアスタイルのなんか皆さんは帯結びとか着付けに、侍を注目していただくのであんまりいいねとかももらえないんですよね。あげるともっと上手い人おるっていう感じでヘア着ても別にっていう感じになっちゃうんですけど、自己練習のためにアカウントちょっと作り直しましたので、インスタのアカウントもし興味ある方、ヘアの侍のヘア好きよっていう方はよかったらインスタのアカウント載せておきますのでよかったらお願いいたします。はい、これねちょっとこうあんまり上手じゃない頭のまま残ってたんですけど、これにですね例えばもうこれほらもうこれだけもうダリアってね優勝ちょっと付け方が雑いですけどダリアって付けるだけでもうこれだけでね成人式行きそうなぐらいすごい豪華になるんですけど、今日はですね何を言いたかったかと言いますと、注文してた商品が届いたっていうことですね。はい、金箔ヘアに、金箔ヘアを例えば美容室で取り入れようとか着付けさんがね入れようと思ったらですねこれぐらいの量がいるっていうことを準備しないと、例えば1人しか金箔ヘアしないって言っても量はこれぐらいやっぱりいるので準備したっていう話でした。で、葛西の業者さんっていうのに、侍とかは登録してるのでそっから何箇所かある葛西の中から今回お世話になったところのを紹介します。せーの、じゃーん、こんな感じです。量は少ないんですけど、でも今回ね選んだのは欲しいものが出てきたっていうのですね。その欲しいものはですね、あ、これそりゃそうか、材料屋さんやから、これピンがついてなかったこのちりめん玉ですね。なるほど、ピンがついてたと思ったんですけどちりめんボール、これが欲しかったんですね。はい、ちょっとね、しかも正直レビューすると金箔がちょっと雑いのでこれちょっと修正したいと思います。で、これがですねとっととね買えばよかったんですけど、うわ、ちょっと待って、なんか2種類違うのを買ったつもりがめっちゃ似てんの着てる。わかった、こっちは水引き、こっちがワイヤータイプです。侍が使ってるワイヤータイプ、これですね。これは自分でこう花形にしたんですけど、これはもうこれつけるだけでほらまた可愛らしいワイヤーなんで、水引きって割と1回でもパスンと終わっちゃうんですけど、なんか1回使ってするとなんかもう癖がついちゃってあんまりなんですけど、このこっちは水引きの白ピンタイプを発注してたっていうことですね。自分で練習でケチってると仮ひももなんですけど、練習でケチってるとなんかこういうのを2本だけでするとかよりももう3本4本練習でもどんどん使って、そういう風に練習で上手になっていって、で本番に新品を使うっていう方がいいです。こういうのね、お客様に損をするからこうイメトレしてて通りになるだろうと思ったら絶対ならないですからね。はい、ちょっと上向けます。これはちょうどね例えばですね、こういう風に今ちょっと汚い髪の毛であれなんですけど、こういう風にですねこうピンさしていくんですけど、こう何にも考えてなくやり始めちゃうと、こう例えばインスタで人うまいからと思って思った通りにいかないと焦るんですよね、人間って。でそれって私も成人式何回も経験してるから、やっぱりヘアもこういう風に練習が必要なんですよね。なんか上手い人のなんか本番でねこの
こういうなんかほぐしヘアだってなんかうまくいかない時ってあるんですよね。お客様の髪質にもよるし好き具合にもよるけど、でもやっぱりあの手慣れてる人はどんなね好き具合が来ても上手だし、やっぱり練習不足な人がジリジリしちゃうしっていうことで、あのやっぱり練習ってすごいあの自分を裏切らないと思います。着付けも同様なんですけど、なんかできなかったからね、あのね、もちろんこう私も今子育てしてないですけど、子育て中も365日編集してたんですよね。もうお正月からでもちょっと帯結びやっとこうとかやってたんですよね。そういう時間って自分で作るもんだと思うから、やっぱりねこうどういう風ななんかこうどういう風にしたら波がどう来るかっていうのをあのやっぱ練習とか研究しておいて、で本番であのたくさん引き出しを持って、あじゃああのパターンでいこうっていうのをこ こういう風にですね、スッとこうスッとできてないですけど、なんかこういう風にしてこういう風なものをつけてとか、なんかこうイメトレしないと、こう産卵の場合ですよ、あのヘアもヘアは上手いけど髪飾りがなんかいまいちな人もいるんですよ。あと私がお前が言うなって言われるかもしれないんですけど、髪飾りのつけ方がなんか残念で、なんか特に成人式式典ってもうバタバタしてますから、なんかそういう時にこういうのが上手くない人に当たっちゃうと、なんかねやっぱり前回も言った通り SNS って本当にあの、ね、そこで評判落としてしまうから、あのちょっと気をつけた方がいいかなって思ったりします。につけていきます。これはちょっとねもうちょっといい加減すぎますけど、これがちょっと大きすぎるので、なんかサムネの考えですよ。第一個にこういうね、ちっちゃいのを入れる。で、組み合わせとして金ばっかりじゃなくても、こういうドライフラワーがえらい流行ってたので、ドライフラワーと金の組み合わせもいいかなって思ったりします。こう金ばっかりよりちょっと白が入ることで、ちょっとポイントにもなったり、違うお花が組み合わさることで、ちょっと雰囲気も変えれる。で、こういう感じで、ちょっと見えちゃってますけど、今めっちゃ適当にやっております。もう、あの、動画見ながらなんで、すいませんが。はい。これいいですね、これ。ちょうど、あの、下ね。はい。で、こことか浮いちゃうじゃないですか。その時に、ちょっとこう、ここでピンをちょっと止めとくと、いいし、またこう、なんか、これ浮いてるのが浮いてるので、センスと思ったら、それもセンス足したんしてもいいし、はい。またちょっと違うものを足してもいいかなっていう感じです。はい。こういうですね、ちょっと付け方のセンスっていうのも、あの今の時期だからこそ練習できると思うんですね。で、金箔の付け方っていう動画を上げてられる方もいたんですけど、時間が経っちゃって、こう、ちょっと、偉い。ジャリジャリしてるとこで申し訳ないんですけど、と思うので、サムライがこういう風につけますっていう方法です。だから、どっちの方が自分に合うかは、その人次第っていうことですね。サムライのお手製のオイル系ジェル、これをですね、いないので、これをですね、自分のあの、メイクと一緒で、こうちょっとね、ここの、自分の手の甲を置くんですよね、白が。で、ここで金箔って開くとこうなっちゃうんですけど、ちょっとでかいのを掴んでみます。本当にね、風で飛んでいくから、近くでドライヤーしてたりとか、こうね、今侍だったらサーキュレーターとかつけてるとファファファって飛びそうです。で、ここで指でつきましたら、なんかねすごい原始的なんですけど、このままここにつけてオンですね。侍はこの方が早くつきます。侍はですよ、他の方はあの先に髪の毛塗っといてピンセットでつけたりはされてました。時間勝負だから、侍はこのやり方、はい、これここね、ね、これがね本当に苦戦するんですけど、あと四角いタイプね売ってるんですけど、四角いタイプもいいけど、このね最初からね、こうなんかまんべんなくこのほちけてるっていうんですかね、関西弁かな、こうピシピシャってなってるのがもうね、もう自然な感じになってくれるので、すごくで、こうやってるうちにこうなんかちぎれてくれるんですよね。そこをちょっと失礼して、もっといいやり方が出たらもっと更新していきます。こんな感じ、これでもまだまだあの少ない方です。だからなんか1枚の人はある程度ちょっとちぎりながら、なんかここでジェルでつけといて、でこの指にもついてるけど、ここの先っぽにですね、ここのジェルをのせないと、こうここでないと、こうくっついてくれないんですよね、はい、こういう感じでつけた後に肌スプレーっていうのいかがでしょうか。こうね、今ジェルエンド、はい、こうやって虫に取って、ここにつけて、こう
思うんですね。侍のやり方なんでね、どっちが正しいかはもう本当に視聴者さんが自分がやりやすい方にしたらいいと思います。なんか成人式経験者こそわかると思うんですけど、例えば三列ヘアとかね、ブライダルされてる方もそうですけど、こういう美容の仕事で前撮りとかだったらまだちょっと余裕があるんですよね。侍とか特にマンツーマンで一人一人の撮影なんで、全然喋りながらえいえいとかなんかやる時間もお客様とのなんかこう馴染む時間として使えるんですけど、成人式って次が使えてるし、なんかこう結構皆さんも焦ってる状態なんで。では続いてはこういう紐を購入しました。めっちゃふっさーって、この紐が主役みたいな感じですね。これの結び方なんですけど、これね、本当は地べたでやるべきところなんですが、侍は何回やってもうまくならないので、ちょっとね、なんちゃってでございますが、こうやって、こうやって、こうやって、で、こうとか、なんとか結びってあるんですけど、それを適当にやったら、こう、全くのデタラメで申し訳ない。はい、こういう結びね。これね、完全にデタラメでございます。今、即興でやった。大体ほら、こういう形じゃないですよ。もうちょっとね、本式の結びは、なんかもうちょっと失敗するんですけど、これを即興なんで許してください。こうしたらね、房のところが長いんじゃないですか。ちょっとだけ調節します。で、ここを引っ張れば、ここが緩むので、ここを、あんまりね、上の土台を大きくしても、均一になる。ここの房だけがあんまり大きくないように、ここ、こういう感じ。これでね、見たんですけど、ここから輪っかをこういう風にやって、で、ここからドーンっていう付け毛を使ってる人もいましたが、その付け毛はちょっとご用意できてないので、イメージしてください。で、これね、カットウィッグなんで、めちゃくちゃね、片下ボブで、しかも量も少ないで、ちょっとね、ウィッグ的にヘアアレンジしにくいウィッグでやってるんですけど、ほら、これだけでめっちゃ、なんか映えそうじゃないですか。で、もうちょっと頼みたかった。これめっちゃ少ない。こっちの金色の、これをめっちゃ量入ってるの頼んで、こっち側のこれですね、もう次回頼むんだったらこれちょっと本番用に置いときたい。逆にここはせこく、羽衣水引き白金っていうやつですね。これ一袋じゃなくてね、もう4袋ぐらい欲しかったの。スタート地点をこの辺でスタートさせてしていくとなんかいいかなってね。ここでぐるっと、そしてここでぐるっとしたら2周も巻けます。このシニオンがあるので、でここでこう水引きってワイヤーじゃなくてグダンってグダンってなっちゃうので、ここで止めて、ここら辺の止めたいところでスモールピンが出ちゃって、こういう時便利ですね。鬼ピン、U ピンでもいいかもしれないけど、侍はスモールピン派です。でここら辺でまた一工夫して、でこの辺で終点にしても、この辺でちょっと宙に浮かすとか、はい、ほら、こうするとまた雰囲気も変わってくるし、ここの編み込みのところ、今ちょっとだけ簡単な編み込み仕込んだんですけど、ここのところでこうちょっと編み込みでこう隠すと、はい、こういう感じ、またですね、ピンキンパク登場、はい、ここぐさっといって、ここら辺つけたいなと思ったら。ですね、ぐさっといってちょっとワックスつけて、ワックスは透明になるので指でワックスとかいうか自分のこういう編み込みのところにてん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 って、こういうところにですね、ちょっと大げさに取っていく方がいいかもね。ちっちゃくはできるけど、いや金箔難しい。もうちょっとこうした方がいいよっていうアイデアある方いたら、金箔ヘアのコメントいただけたら、侍のこのやり方も不採用にします。みんなだってこれ去年から流行ってたんですかね、侍気づかずに。去年確か見た気がするな、金箔ヘア。あ、可愛いですね。でその時はなんかこう自分が用意してた津波かんざしとかをすごく細工して使うのにハマってたので、こっち側をちょっと準備不足で、ここ最後、この編み込みの立ってるところにもキラキラってしても可愛いし、この編み込み自体をこういう風に寝かせても可愛いかなって思います。で、
でね、もう本当にあのこうジリジリして汚いっていうのはすぐなっちゃうんですよね。思うより以上に多分ジリジリしてなんかうまくいかないって思いながらあのインスタ上げてる美容師さんめっちゃ多いと思います。私もそうでしたから。でも手先のジリジリもやっぱり手先のジリジリも練習ですよね。はい、こんな感じで仕上がりました。本日も見ていただいてありがとうございます。今日はヘアアレンジとか金箔ヘアについてちょっと練習も兼ねて動画上げてみました。いつもと編集も違うのでちょっと違和感あったかもしれないんですけど、またヘアアレンジ動画も出していきます。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。